旅人、パイモン。残念ながらシトラリからの返事はまだないよ。ま、こんな予感はしてたけど。え、返信がないってケイニチを無視したってことか。シトラリって結構尊大なやつなんだな。シトラリは一筋縄ではいかない、変わった性格をしてるんだ。名園の主の人も付き合いにくいって言ってる。返信がないのは他の理由かもね。聖火競技場に行って待ってみよう。会えれば話せるかもしれないし。それもそうか。じゃあ行こうぜ。